コロナショック、コロナショックとは、新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し始めた2020年2月末、頃から3月にかけて始まった世界的な株価大暴落である。2007年から2010年の世界金融危機以来の最高値付近に推移していて、アメリカで初の新型コロナウイルス感染者が確認された2020年1月21日。 以降も大きな影響を受けなかったが2月12日にダウ平均株価が史上最高値に達した後世界各国の株価は2月末から急落したアメリカでの新型コロナウイルス流行が本格化し出した3月末から4月にかけてアメリカ株の歴史的な冒頭も起きた景気対策として行われた各国の中央銀行による大規模な金融緩和の影響もあり 5月から6月の前半にかけても株価の上昇傾向は続き、6月8日にはダウ平均株価が2万7000ドル台を回復、ナスダック総合指数は史上初めて1万ポイントに達するなどした。実体経済の回復を伴わない株価の急激な上昇についてはバブル経済との指摘も存在している。また、新型コロナウイルス感染症の流行を抑えるために、 世界中の人々が集会、イベント、外出を控えるようになったことにより、幅広い業種が打撃を受けている。EU、アメリカ、日本など多くの国々が入国規制を実施し、中国も3月28日から実施した。さらに中国や欧米諸国はロックダウンを実施。入国規制やロックダウン等による移動の制限は経済への打撃につながるので、 それらが決定された後、しばしば株価の下落が加速した。しかし、爆発的な感染者の増加により、医療機関がパンクすることを防ぐためには、封じ込め策が有効とされている。日経平均株価の暴落新型コロナウイルス感染症による死亡者の推移を時系列でまとめたグラフ。2月下旬頃から東アジア以外で死亡者が出始めた。オーストラリア、日本、中国。 インドイギリスドイツフランスイタリアアメリカカナダブラジル。ありがとうございます。